ハリドスカーハリドスカーは、モロッコの陸上競技選手。1992年バルセロナオリンピックの金メダリストである。スカーは、モロッコ中部の高原の町ミデルト出身。クロスカントリーの選手としてその名を知られるようになり、1990年、1991年と世界クロスカントリー選手権を連覇。スカーは1991年から、 トラック競技にも出場するようになると、シーズン当初からその強さを発揮し出す。オスロの1万メートルでその強さを見せつけると、同年夏の世界選手権では、優勝候補の一人として目されるようになる。しかし、東京の世界選手権では、ケニアのリチャード・チェリも、モーゼス・タヌイによる、チーム戦略にはまってしまい3位に終わってしまう。さらに次に出場した5000メートルでも、スカーは、 疲れてしまったのか6位と惨敗してしまった。スカーは翌年のバルセロナオリンピックでは1万メートルに出場。レースは中盤以降、チェリモとのマッチレースとなる。ところが残り3周で思わぬことが起こる。二人の前に周回遅れのモロッコのハムー部隊部が現れ、部隊部はそのまま戦闘集団に残り、スカーを有利にするため、チェリモの前を2回も追い抜くような行動に出た。 このような行為は、周回遅れのランナーは、他のランナーを助ける行為をしてはならないと定めた、競技規則に反している。この行為に、監修は起こり、また審判も舞台部をつまみ出そうとするができずに終わった。残り150メートルで、スカーはスパートし、チェリモを引き離し一着で、ゴールインするが、その直後スカーの失格が発表され、チェリモが金メダルとなることで、監修は大喜びした。 これに対し、モロッコ側は異議を申し立てる。異議は認められ判定は覆り、スカーの金メダルが復活した。表彰式では、スカーに金メダルが贈られると監修から大ブーイングが起こり、チェリモの銀メダルにはスタンディングオベーションが贈られたのであった。スカーは、百九十三年に自身唯一の世界記録を樹立。しかし同年の世界選手権の五千メートルでは五位に、 終わった。1995年の世界選手権では1万メートルで2位と結果を残した。1996年アトランタオリンピックでは開会式においてモロッコ選手団の騎士も務め前回大会と同じ1万メートルに出場。しかし7位と惨敗してしまった。スカーは1997年にノルウェーの市民権を得る。しかしモロッコはスカーが 国際大会に出場するのを拒否したため、スカーは国際大会から姿を消す。2001年に再び出場することができるようになると、2001年の世界ハーフマラソン選手権で10位という成績を残した。ありがとうございます。